気でな。ユノ兄、ちゃんと手紙書いてよ。あ、行ってらっしゃい。早く帰ってきてね。すぐに帰ってくるさ。アスタはナッシュ。じゃ、行ってきます。お、待て、ユノ。みんな、行ってきます。行ってらっしゃい。この俺様がいれば全て解決。あら、君かわいいじゃない。君かわいいじゃない。僕の友達になってくれないかな。私に近づくな。戦場が我が伴侶だ。
この程度の戦いに私を呼ぶとは情けない。誰がおばさんだ。魔法危機開会。本気で行く。狂乱の塔。はっ、戦場が我が伴侶だ。
よろしくお願いしたよっしゃー気合い入れていくぜイバラ創生魔法下りのオドラジュ排呪詛魔法危機開会よっていく。どうだ。諦めないのが俺の魔法だ。よっていく。どうだ。よっしゃー、やったぜ。すっげえ、でっけえ。よっしゃー、やってみせるぜ。今行くぞー。待ってろよー。俺は魔法帝になる。魔法騎士団入団試験が待っている。二人は大勢の並みいる強敵たちと競い合い、入団を勝ち取らねばならないのだ。
緊張してきたぜ。頭、何なんだこの鳥は。試験会場名物アンチドリさん。これが魔力が低いやつほどこいつらにたかられちまうらしいぜ。うぜえ。おい、あいつ全く鳥が寄ってきてねえぞ。お、さっきのあいつだ。さっきのハージとかいう最果ての村出身なのに四つ葉のグリモワールを持ってやがった。な、四つ葉？マジかよ。へへへ。俺たちのどっちかが魔法帝になる。その伝説の始まりだな、ユノ。魔法帝になるだと？半年間の俺の修行の成果見せてやるからな。だだ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 。なんだこの鳥どもは。なんだあれ、どれだけだよ。最果て出身でもひどすぎるだよ。やっとどっか行った。いやー、ぶつかってごめん。殺すぞ小僧。なんだこいつ。